愛知県の無形民俗文化財に指定されている萬田祭りは、刈谷市銀座にある秋葉社の祭礼で、江戸時代中期から230年以上続く家男公女と町内安全を祈願するお祭りです。1756年に伏施の神にまつわる秋葉堂、現在の秋葉社が建立され、その翌年から祭礼が行われました。その後、笛や太鼓に合わせて萬田が登場し、昭和の初期頃からは萬田祭りと称され、現在まで引き継がれています。萬田は竹戸和紙で作られた張り子人形を色鮮やかに彩色したもので、多くは歌舞伎絵や武者をかたどっています。毎年お祭りに合わせて各町が新作の萬田を制作し、大きなものは高さ約5メートル、幅約3メートル、重さは約60キロにもなり、これを若衆が1人ずつ包帯で担ぎ、笛や太鼓のお囃子に合わせて舞い踊ります。女性が輝くことにより、司町に住む子どもに輝かしい未来が訪れるのを記念して、この題材にいたしました。幾重にも重なる輝く萬田をお楽しみください。続いての萬田は、銀座です。萬田名は、桶狭間の戦い、織田信長と今川義元。桶狭間の戦いは、若き織田信長が時の大名今川義元を破って天下取りの第一歩を記した大戦です。尾張桶狭間で豪雨に足止めを食らった今川軍を信長は西へ西京を率いて急襲、ついに今川義元は討ち死にする。本大会は桶狭間の戦いで濃密な暗雲の中から疾風を伴って馬上の信長が現れ、今川義元に襲いかかる場面を表現したものです。続いての萬田は広小路です。萬田名は加藤清正虎太子。太閤秀吉は朝鮮に向けて30万を超す大軍の命を出した。清正も出兵し、各地を攻め落とし続ける中、兵糧も乏しく険しい道のりの中、山中を行く一行の前に竹林から大虎が現れた。逃げ惑う兵士を背に、清正は大槍を手に襲いかかる虎めがけて応戦し、見事に討ち取るのである。最後の萬田は東洋町です。萬田名は前田慶次と松風、東の関ヶ原で届く。東の関ヶ原と言われている明朝両合戦の一幕、伊勢道場の戦いで、前田慶次が愛馬松風とともに歌舞伎姿を表現いたしました。見どころは細部にまでこだわり、臨場感あふれる萬田に仕上げました。そして最大の見どころは、東洋町といえば馬と言われるように、馬を主役に持ってきました。今にも動き出しそうな躍動感、迫力あふれる萬田をご覧ください。ここで刈谷萬田保存会加藤会長よりご挨拶をいただきます。加藤会長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ようこそふるさと祭り東京2017へお越しくださいました。我々は今回初めて、お呼びいただいた、愛知県刈谷市からやってまいりました刈谷萬田保存会と申します。よろしくお願いいたします。現在刈谷市は
自動車産業でとっても盛んな町であります。しかし古くはここ東京が江戸時代江戸の町の礎を築いた徳川家康の母お大の方のふるさとであります。そして徳川家康のいとこにあたる水野勝成公が初代藩主を務めた地でもあります。そんな歴史のある地に230年以上前から延々と受け継がれてきた祭りが今からご披露させていただく刈山安土祭りです。これからお聞きいただくお囃子チリリって言います。これはお祭りの最大の見せ場であります秋馬車の神前で行われる奉納舞、神前舞で使う静かで優雅な曲であります。途中で音の、色調が変わります。チャラボコって言います。これはお祭り全体を通して使われる元気で活発で明るいお囃子です。その辺の違いもちょっと聞き比べながらご覧いただければ幸いです。真夏のバンド祭りがここ真冬の東京ドームで舞い踊ります。よろしくご声援をお願いします。それでは開始お願いします。Thank you.
は7月の29日、30日の2日間に開催されます。真夏の宵闇に浮かび上がるマンドが舞い踊る様は実に勇壮で、まさに天下の奇祭と呼ぶにふさわしいお祭りです。今年の夏はぜひ刈谷マンド祭りにお越しください。愛知県刈谷市刈谷マンド祭りでした。ありがとうございました。刈谷マンド祭りはふるさと祭り東京2017期間中最後の演舞でした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。